6月1日で合格ですって言われた時の気持ちってどんな感じになりそうな予想ですか？まあ、ただこのご時世なんでそこでまあ行けて、まあ、エアチケットを手配してってなってもそのコロナでどうなるか分かんないんで、その試合リングに立つまで本当分かんないですよ。まあ、でもそれね、もうやる前提で全部準備する淡々と準備するだけです。こうおっしゃーっていうのはないですか？もう過ぎましたね。ちなみにそれいつだったんですか？おっしゃーって思った。いや、契約書が来た時。いつもあのインタビューするんですけど、モチベーションってどうやって保ってきました？また大体同じ答えなのは分かってるんですけど、それはいつのモチベーションの時ですか？前回の試合以降ですね。まあ、あとコロナも結構大きかったとは思うんですけど、まあね、そんな中で試合も決まらなく、はいはい、練習もままならなくて、どんな風に次の夢に向かって、まあ、でも練習は外でトレーニングしてたりとかしたんで、別にそこら辺はあんまり気にはならなかったし、まあ、いずれできるだろうと思ってたんで、モチベーションっていうといつもないっていう。ないです。アメリカじゃないの？いや、まあまあもちろんぼんやりはありますけど、決まるかどうかもそれこそ何の保証もないんで、前も言いましたけど、まあ、試合もそうですけど、自分が変わっていくのが楽しいんで、そこがモチベーションっちゃモチベーションなのかな。あ、なんか強くなってんじゃね。